それも1番や2番変わるわけじゃなくてどっと変わってしまうね。昨年のこの大会の銅メダリストです。18歳のフランスのブライアン・ジュベール。時間をモチーフにしています。曲はピンク・フロイドのタイムです。この人は今シーズン本当にもう快進撃って言ってもいいくらいいい結果を出してますね。そうですね、グランプリシリーズでの優勝もありました。さあ4回転、これは 0.4 の減点大きいですね。これは素晴らしいですね。フランスの18歳ブライアン・ジュベールでした。まあ、若さあふれるっていうんですかね、非常に思い切りのいい振りですよね、はい。ショートプログラムっていうのはミスしたら減点ということで、どうしてもみんな動きが小さくなりがちなんですよね、その中にあって、もう彼はやっぱりよく滑ってますよね、ですからやっぱり与える印象が強くなりますよ ね、うん、そうですね。インパクトが強くなる、ですから得点をもらうときに、やっぱり審判に対する、まあ、ある意味は審判にプレッシャーをかけてるわけですよね、会場も味方につけましたね、そうですね。ですからそういう面 の、 良さを持ってますね、まあ、非常にダイナミックっていうかパワフルな滑りで、なおかつ非常にポジションも綺麗ですしね、ですからまあ表現力とかそういうのではまだまだこれからの部分もあるんですけれど、やっぱり動くところは動くっていう感じになりますから、どうしてもジャッジの方は点を出しやすくなるわけですよね、そういう良さを持ってますね。まあこれは4回転のジャンプはもう初めからちょっとこう並べたとかしたからね、これはもう成功するっていうのはちょっと難しかったんですけど、まあそれ以外のジャンプっていうのはやっぱりきちんともうコントロールして飛んでましたしね。まあ、ステップなんかはちょっとヤグデンバリの、そうですね、もう本当に今シーズンはもうヤグデンの影響っていうか、そういう傾向が多いですね。頭を使うステップ、それから体の使い方なんかも、まあ男子でも女子でも似たような動きをする人が結構いますね、ここなんかも本当に、ね、もうそうですよねまあリバーダンスやなんかの系統の音楽を使う人も、まあこういう動きをしますけど、全体に今シーズンの特徴といえば、
ステップのところでトーステップがかなり多い、ね、増えましたね、この子はビス動けました、もうニコニコですねいい思い出ですよね、人気がありますよ、そうでしょうね、わかりますね、まだどうだったんだって話をされて自慢してるんでしょう、そうでしょうねまあ 0.4 の限定はありますけど、はい、技術的にはかなり高い点が出ると思いますね、はい、なかなかコーチも素敵な人ですね、そうですね、去年が銅メダル、今年はもう一つ上を狙っているはずです。エルメツの得点、下が 5.0、 上 5.5 まで出ています。そしてプレゼンテーション、下が 5.5、 上 5.9 がありますね、 5.9 ねそうですか、やっぱり質的な良さを買ってる部分があると思うんですね、でプログラムでもやっぱりインパクトが強いってことが非常に、